はい、どうも監督と申します。本日もワールドサッカーコレクション S、わさこれやっていきたいと思います。はい、それではね、待ちに待った今日はガチャを回したいと思います。その前にですね、何やったかな、このリーグ戦一応確認しておきます。負けてるし痛い号です。はい、僕は残念ですが負けることも次のストップステップです。気を取り直し実戦に臨みましょうということでね、まあ、結構試合してるなこれ。やっぱり現在ディビジョン1圏内ということで、まあできるならプレミアの方に昇格したいですけどね。はい、ということでまあやっていきますか。自分の弱体か、行こう。で、今やってるのはこれですね。今一平チャレンジだったかな、なんていう名前だったかな。お、スペシャルマッチ出現中ということで、まあこれちょっと一回やりましょうか。超級ね、一平の超級、特別ね、マッチ。これ超勝てるかな、勝てんよな、多分。勝てない可能性があるな。そしたらもったいないよな。まあ、特別マッチ上で行きましょう。本気の一平が出てくるみたいなね。で、いつもやったらね、なんかそれ相応のね、まあガチャでというか、まあガチャ券じゃないな。なんていうの、レア、そういうの、相応のレアリティのね、カードを持ってないと、その一平を倒すときにね、ポイントをたくさん得られないんですけどね。なんか今回は幸いね、CLS のね、カードがね、なんかそれの対象のようで、まあかなりね、今回は、なんていうの、戦えるんですよね、一平と。期待の選手ここで登場。今回は熱い。てかめっちゃ勝ってるやん。期待の選手めっちゃ入るやん。ここで登場。8-0です。はい。ということは8-0ということは、もう一個上のやつに挑戦してもいけそうな感じがするな。はい。あ、コンプリートした。でもあんま関係ないか。あ、一平出てきましたよ。はい。レベル13ですね。お、なので。びっくりするわ。まあね、レベル、普通のレベル13くらいであればね、普通に挑んでっても、多分倒せると思うんで、いきたいと思います。まあ、このなんか試合はもう関係ないけどね、まあ、試合結構は一応関係あるのか。まあ、言うて、勝つのは勝つんですけど、まあ、その後のこの一平を倒せるかどうかっていうのがね、問題なわけで。ハーフタイムです。あんまり僕選手交代とかしないですよね、これ。バサコレオに至っては。選手を変えたことほとんどないですからね。ここでホイッスルが鳴りました。はい、よし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 、いい感じですね。はい。いきます。もういきなり一発で倒せそうな気もするじゃない。おー、ほらほら。めっちゃ強い。立ってられないと言ってんの。よっしゃ、軍団撃退ということでね。OK。次行きましょう。次行きましょうじゃない。これ、超級ちょっと行ってみますわ。行けるかどうかわからんけどな。僕はちょっと水田さんとどうしような、今の。どうしようか。この辺が邪魔なのか。お、めっちゃなんか、経験値に入るぞ。まあ、選手のあれが、いけるから、とりあえず、全部回してない。行きます。6800。大成功。はい、大成功。まあグレード、まあこんなもんか。まあええわ。まあこれはこれで置いといて、まあ今ね、 A フォミリカイド、どこに行ってんや、これか。はい、超級にちょっとチャレンジしてみたいと思います。それでは行きましょう。超級というか特別マッチの超ですね。勝てる気がするんですよね、なんか。待てよ。一番強いスキル借りよう。僕が持ってるというかね、フレンドの方の一番、まあ、強いスキルであろうというのが、これですね。キングオブスピード。これ借りていきたいと思います。NZS か。NZS 強いからな。勝てるかな、でも。無理かもしれん。まあでも頑張ってほしいな。選手の入場です。どう？あ、これは強いわ。クギロ治るやん。ネイマールもえぐいな。えぐい相手。試合が始まりました。ノイアー持ったで。
しかし先制したのはなんとボッ監督、そして追加点も取ってる。やばい、強いな。必要になったな、うち。さあ、誰かわしたれ。 OK 4-0。 すげえ、もはや盤石。いや、ついにね、一番上のこの蝶みたいなやつ、これもね、クリアできるようになるなんて、もう、さすが3年目の、結構3年もやってないけど、まあ3年目にね、突入してるんだよね、僕もね。この技これだけは。本当に、来る日も来る日も。ここで長い笛。ログインだけはし続けましたからね。飽きてもおかしくないんやけどな。まあ、不思議とね、選手のカードがね、当たってね、秋が来る頃には、またそれを育てなあかんみたいな感じでね、頑張ってやってます。はい。来ましたね、一平。知れとるな、レベル15やわ。なんのてんねん、これ。効果音やばいな。さあ、行きましょう。まあ、これをやって、ガチャの方、回していきたいと思います。一発やってね。試合が始まりました。よしよしよし。まあまあ、ちょっと一平強いなね。さすがにレベル15のだけあってね。ちょっと強いぞ。ハーフタイムです。2-1や。ダビド・ルイス、イエロー出てるな。あんまりかま、かま、か、大丈夫。よしよしよし。突き放す。5対1。いけそうですね。はい、6対1。勝ちました。さあ、あっさり倒せんのかな。まだ、GP1 個も使ってんけどね。いけ。おうおうおう、ほんまにレベル15やけど余裕やったわ。本気の一平ぐらいじゃないとね。よっしゃ、あと3匹で。3匹でええんかな、一平の、あれを表す言葉は。OK! なんか音楽消えたな。これ、取っとこうか。開けときます。宝箱。おぉ、CLS。あ、開けんほうがよかったな。まあ、ええわ。選手カードをね。なんで音楽なくなったよ。不思議でならんわ。どうしましょうか。とりあえず、ルイス・グスタボをね、ちょっとレベルを上げて、いきますか。大成功！はい。よし、これ、これなんかできへんのかな？ミキサー？ミキサーっぽいよな、今のやつ。ミキサーでなんかできそうやな。ほら、あったわ。一定イベントミキサー。これいきますわ、まずね。いや、こんなにしようか、ミキサーは。ということでね、ごめんなさい。今回、もうガチャいきますわ。星5の選手は必ず手に入るというね、この3周年記念福袋。やっていきたいと思います。特別企画、NDS 確率最高8倍、CLS 確率最高8倍、初回エナジーボール40個、3周年コスト20以上ガチャ券付けということで、3周年記念福袋、星5以上1枚確定、やっていきたいと思います。はい。まあガチャの説明を見ますか。はい。もう引っ張る引っ張る。まあ行きましょうか。はい。こんな感じで。福袋ならではのね、まあ豪華なガチャ、まあこれはあれですけど、行きましょう。ガチャ回します。さあどんなん。ここは期待したい。おお、金は嫌やな。嫌言うかな。レジェンド1枚持ってへんからな。あ、金や。あら、アンビリーバボー。全と頼んや、頼んやぞ、頼むで。ハフなマイク。こそ12。まあ、ここで12かよ。まあ、佐藤。なんか、なんぼやねん。おぉ、15。頼む、16。いや、違うやろ、17。おい、頼む。こそ24。これ、ラカゼトやな。ラスト。ポッカか。違う、バッカや。コスト27、バッカ。うわー、カルロスバッカやったー。はい。
まあ、クークの得点もらっておきましょう。いやー、もう非常に残念やわ。バッカ、どこ行った？バッカ、とりあえずちょっとカード見ますわ。うわー、結構来る日も来る日も40日間貯めたエナジーボールが一気に水の泡になっちゃったー。どこ、まあ、とりあえずこれちょっとお気に入り登録しとこう。小林優、これ前回当たったやつやな、確か。どこ行った？金のやつ、金のやつ。ちょ、これ、ちょ、他人の動画のね、PR するのやめてもらえるかな。バッカ。新速フットボール、ストライカー。うわー。そうそう、27か。27ということはやで。ベンゼマよりはちょっといいかもしれんけど、みたいなところやな。もうこれ取っていい、お気に入り怪獣。はい、ということでね、非常に残念。誠に残念です。が、今回のガチャ、ちょっとした外れでした。次回ね、ちょっとこの辺の、まあ、なんやろ、ミキサーでね、ちょっと決定って、選手をちょっと少しずつね、減らしていきたいというか、減らしていきたいじゃないな。まあ、一発逆転、狙いたいと思います。ミキサーガチャでね。ということで、今回は、まあ、福袋やったっけ忘れた。名前忘れましたね。今回は3周年記念福袋を回していきましたが、次回は、それのミキサーをで、まあ、大逆転でやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。僕監督でした。おきに。